あーお風呂気持ちよかったたまには君と一緒に入りたいなって寝てるこないだ UFO キャッチャーで撮ったぬいぐるみを抱えて <laughs> そんなにギュって抱きしめなくてもぬいぐるみは逃げないよ寝顔見たいなもし私があのぬいぐるみだったら君の顔を独占できるんだよね <laughs> なんて浅はかなことを言ってるんだろう <laughs> 起きるまで目の前にいようかな寝息が聞こえるかわい,い普段の君もかっこよくて可愛くて私はいつも魅了されてるよどんな君だって大好きさ愛してる 私も抱きしめられたいな。いかんせん、私がまだ苦手だからね。抱きしめられるのが。でも、いつか克服してみせるよ。だって、君はキスよりハグの方が好きだろくすぐろうかな。カショカショ。あ、起きた。カショカショ。<laughs> ごめんごめん。可愛くてつい。<laughs> 頬膨らませないのん <laughs> お風呂入ったさ君のシャンプーを使ってみたんだどうかな <laughs> それはそうかい何とまあ嬉しいことだねそうだ今日一緒に寝たいないいのかいやったそれじゃあ君のベッドにお邪魔するよ あったかい。君が温めてくれたのかいありがとう。腕枕今日はいいかな。いや、嫌いとかじゃなくて、その、今日は抱いてほしいなと。だ、確かに私はハグをされるのがまだ苦手だ。でも、生理的に無理ってわけじゃない。だから、その、今日は、 ハグしてほしいなとおっけ急にするのもいろいろびっくりするよんん <laughs> だい抱きしめてほしい理由うんとうだなさっきぬいぐるみ抱えて寝てただろいや寝てないのかもしれなかったけどとりあえずぬいぐるみを抱きしめてただろなんというかそれが嫌で 私だって、本当は君に、骨が折れるんじゃないかなぐらい、抱きしめてほしいさ。でも、白をされるのがまだ苦手な私が悪いんだ。抱きしめられてるぬいぐるみに嫉妬しちゃう、私が。か、かわいい。な、何を言ってるんだい君は。ぬいぐるみを抱きしめてる理由を教えてあげようかって。そんなの。 めちゃくちゃ気になるよ。なんで君はぬいぐるみを抱きしめるんだいうん。君は学生の頃からそうだもんね。そうだね。私と一緒に UFO キャッチャーで撮ったね。ん暇なんて。お前がハグ苦手なのが分かってるから、一緒に撮ったぬいぐるみを抱きしめて、 お前を感じてるもしかして私に抱きつくの我慢してたいや本当は抱きしめたいけど無理だから私の代わりとしてごめんねこんな抱きしめられるのが苦手な彼女でえ何今から自分が少しだけ苦手なことをする 君が苦手なことって <laughs> そういうことかだからえー、っとえー、っと苦手なものは好きなものでごまかしちゃえってことかい <laughs> 君も頑張ってくれてありがとうでもキスはこうするんだよ